おはようございます。 YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。ただいまボイシー大人気なのでプレゼント実施中です。日本人の 95% の人が持っている話し方の悩みを解決する2時間19分の一般公開してないマルチセミナー映像をプレゼント中です。こちらはですね、鴨頭よしひとの公式 LINE の方で、ゲットできます。またプレミアムボイシー今力入れております。毎日10分喋っています。しかもその内容は YouTube や講演会で話すようなすでに法則化されたような内容じゃなくて、現在進行形のビジネスの大失敗の話や、こうやったらその困難をくぐり抜けられましたよというリアルタイムのね、冒険談になっております。月額900円と大変お得なので、ぜひぜひ、この鴨頭よしの朝礼をね、いつも聞いてる方はもう必須で、聞いていただきたいなというふうに思っております。あとね、来年のビジネス実践塾 2days が、日程が決まりましたのでご報告いたします。来年一発目、2022年の2月16日と17日の2日間、水、木ですね。初日が11時から18時、2日目が10時から17時30分。まあ、関東圏の人は通いで来れる、地方の方は一泊でね、2日間バッチリ学べるという設計になっております。中身も充実してますね。アフターコロナ時代の革新的ビジネスモデルの徹底解説とか、東京鴨頭ランドの DX の細かい事例であったりとか、あとは値上げの具体的な3つの方法であったりとか、まあいっぱいあるね。ブランドの作り方もやりますね。成長のための学び方もやりますね。うん。非常にですね、内容充実しておりまして、まあなんでかっていうと、東京鴨頭ランドが今年ね、新記事をもうすでに22個立ち上げていてですね、その具体的なドゥハウを、教えているのがこのビジネス実践塾 2days になっていますので、たった2日間でビジネスの細かい具体策まで持って帰れる講座になっています。受講方法も3つあって、動画視聴、自宅で学ぶも選べるし、 Zoom 参加、リアルタイムで自宅で学ぶも選べるし、会場参加で鴨頭よしとのエネルギーを浴びるも選べますので、ぜひぜひ2月の16、17の2日間学びに来てください。ということで、はい、本日はスペシャルゲスト鴨脇さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ声が鴨頭よしとはい、大変そうです、ね、カスカスなんで、ちょっと助けていただきながら行こうと思います、はい、ハッシュタグ企画やりましょう。はい、今日のハッシュタグはハッシュタグ最高の休息法、はい、課題しかないね課題しかないですね。毎年この時期ダメですね、体がね、もうギリギリなんですね。言い訳していいですか。どうぞ。焼肉マフィアがね、体に良くない焼肉マフィア、いや、これお客様多いんですよ、元気になって帰られてますよ、美味しいものも食べて、心も元気になって、大満足していただいているという自負ございますよ、よかったね。鴨頭良しとはね、頑張ったね、お疲れ様。10月の1日からプレオープンして、まあ、ちょうど約3ヶ月、週6回店行ってました。まあ店行くのはいいですよ、僕はもともと肉食なので。そうだね、もともとお魚はね、この人は食べられない、食べないですからね、ただ喉がね、今日もね、ちょっと緊急に山王病院の方に電話をして、先生なんとかなりませんかって言ったら、いいよって鴨頭君、追加料金払えばということでいや、あれありがたいシステムね、ちょっと多めに払うと割り込めるっていう仕組みが病院にはございましてあれ助かりますね、で、点滴を打って、やっと喋れるようになったので、今ボイシーやってますあれ点滴やってなかったら喋れなかったぐらい、今日朝はもう声出てなかった、全く出なかったですね、で、ハッシュタグが最高の休息法、でも最高の休息を取んないともう無理ってことだもんね。だから私このハッシュタグ全然ピンとこないもんね。休息いらないから。いや、あなたは生活習慣がなんか教科書に載っていいんじゃない、
そうだね、こうすると人間って心と体が豊かになるよねっていう、お手本だよね、はい、何時に寝るんでしたっけ。9時、夜9時ですよ。6時台には夕ご飯、7時台にはお風呂、9時に寝る。それもうあれですよね、石巻ですよね、あ、綿の葉の実家の。そう、お父さんが漁師だったからね、うん、やっぱ夜早くて朝が早いんでね。うんうん、あ、今日今朝何時ぐらいに起きてる。4時かな。もうでも最近ゆっくりだよね。あの春人くんが、息子くんがお弁当作りがないので朝ゆったりしてます。あ、じゃあこの時期だけ1時間ゆっくり、うん、ゆっくりって5時なんでしょ、うん、まあ4時5時、すごいね、うん、そりゃ体調崩さないわな。うん、7時間は寝るって決めてるので、で寝ないとやっぱり自分的にもイライラしやすかったり、日中ちょっとねパフォーマンスが落ちるかなと思っております。私5時間ですね今ね。うん、あとなんだろう、まあ体にいいもん食べるとか。もう体にいいもん食べてると思うけど。おう、肉肉肉肉肉食べてます。野菜。おお、いいじゃないですか。肉と野菜たっぷり、和牛術感がやっぱりいいのよ、うん、あれさ、普通の焼肉だったら俺多分無理だったと思う。うん、そんなに野菜食べれないじゃない正直言うと、うん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 、で食べようと思ったら、うん、白飯肉しかないのよ。でもさ、和牛術感って、うん、ご飯にないじゃない、うん、ご飯メニューにないですね。そうだから、肉と、うん、キャベツたっぷり食べてるんですよ、うんうんうん、キャベツだけ俺おかわりしてるので、うんうんうん、で最強は、あ、これ言っていいのかな、メニューにないですよ僕の食べ方。へ、キャベツだけおかわりして、うん、締めを食べないというのを普段はやるので、うんうんうん、ただほら白トリュフが入りましたとかね、うんうん、ちょっと新しいメニュー開発を店長がした時には、うん、試作品を食べるので、なるほど、その時はもちろんたっぷり食べるんですけど、うんうん、基本的に食べ物はそんなに悪くないし、うん、お水も意識的にね、うん、2リットルは絶対飲んでる、4リットル目標で、うんうん、ちょっと足りない時あるけど、うん、温泉やストレッチで体を癒しましょうって書いてある。あれ、そういえば筋トレ行かなかったもんねんだ。行きましたよ。何ヶ月ぶり？3ヶ月ぶりだから。3ヶ月ぶり？うん。うん。あ、焼肉マフィア分ってことか。焼肉マフィア始まってから行けなくなったんですよ。わかりやす。そう。で行ったらトレーナーに言われましたよ。なんて？ひどい体になりましたね。え、何？ひどいって何がひどいの？いや、か、硬くて。あ、全く体が動かなくなってると、うん、柔軟性がなくなっちゃったよってこと。あと右足と左足の長さが前から不均等なんだって、うん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 、それが激しく、あ、足組まないようにって言われたんだった。うーん、足組まないでくださいって言われて。あ、確かにいつも組んでるもんね。そう、組んじゃうのよ、うんうんうん、足組むのやめてくださいと、うん、カバンをずっと左掛けにしてたのよ、うんうんうん、右にしてくださいと。うん、かなり肩と、うん、まあ、肩が歪んで、うん、それを支えるために首が歪んで、骨盤が歪んで足の長さが変わってるって言われたんで、うんうん、だからこれから毎朝ストレッチやります、うん、決めた、ストレッチやります。お、いいですね、ストレッチ超重要、うん、だからストレッチ、お水、うん、サウナも最近入ってないね。私入ってる。あ、あ、そうなんだ、うん、サウナいいよね、うん、サウナ毎日入ってます。毎日入ってんの、うん、やば。だからテレビの角度違うじゃん。いや、分かった俺の角度変わってると思った私のサウナの方に向けてます、テレビを。自宅サウナがあるので、ね、はい、サウナ、うん、だから鴨頭よしと実は全てが悪いっていうよりも、うん、喉と睡眠時間だけなんだよね、うん、それ以外そんな悪くないので、うんうん、そこだけちょっと。でもあの宣言しておきましょう、ほう、来年1月から、うん、焼肉マフィア、うん、そんなにいかないそんなにそんなにいかない、そんなにいかない。収録はね、うん、死んじゃうね、うん、だって朝セミナーもやってるしね、うんうん、他のミーティングとか打ち合わせもやりながらプラスアルファでね、うん、なんか集客のためにお店に立つっていう、うん、銀座のクラブのママみたいな状態になってたんですけど、うんうん、ちょっとそれ控えてですね、うんうん、体の方をちゃんとキープしながら、うん、他のプロダクトの充実も図っていこうと、うん、これから6回もオープンしますし、うんうん、B2B の研修も開発中でございますので、お、他のコンテンツの方も充実させながら、うん、言いますよ、うん、バランスよくやっていこうというのをやっぱこれ言わないとねできないので。あ、もう今日一応面白かった、はい、なので今日僕がボイシーでお伝えしたいのは、はい、バランスの良い生活
大事ですよということでした。それでは今日と一日が皆さんにとって最高の一日になりますように。せーの。